おはようございます。4月2日火曜日、全国の天気をお伝えします。日本付近は広く高気圧に覆われ穏やかな天気となります。南西諸島は雲が多く雨の降ることがあります。一時的に雷や突風を伴って強まる恐れもあるため、空の変化にお気をつけください。また前線が近づいてくる九州地方や中国四国地方の西部ほど夜遅い時間は雨が降り出します。お帰りに備えて雨具を持ってお出かけください。その他のエリアは広く日差しが届きます。北海道は雪が降っているところも午後になると次第に降りにくくなり、日差しも届きそうです。まだ暖かい服装が必要な北海道に比べ、東日本や西日本では日差しの暖かさを感じられそうです。ただ朝との気温差が大きくなりますので、服装で上手に調節をしてお過ごしください。また花粉症の方は引き続き万全な対策を行ってください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。